こんにちは。糸島市男女共同参画センターラポールの未来です。今日は友達のカコさんとパープルレンジャーさんと3人でドライブに出かけるよ。出発前に突然ですが、アンコンシャスバイアスという言葉を聞いたことがありますか？聞いたことない。アンコンシャスバイアスってなーに？無意識の思い込みや偏見のことだよ。そうなんだ。気づいていないだけで身の回りにもたくさんありそうだね。それでは今日は一緒にドライブをしながらアンコンシャスバイアスについて考えていきましょう。アンコンシャスバイアスとは、人が無意識のうちに持っている思い込みや偏見のことです。経験によって気づかないうちに身につけたもので、知らないうちに考え方や行動に影響します。アンコンシャスバイアスにはいろいろなものがあります。例えば、女性だからおしとやかにしなければならないとか、男性だからたくましくなければならないなどと、性別、年齢、人種や国籍など人の属性をもとに決めつけることをステレオタイプと言います。次に、災害などが起こった時、大丈夫だろうと考えて不安から逃れようとする心の働きを正常性バイアスと言います。他にも、確証バイアスといって、自分にとって都合の良い情報ばかりを集め、逆に都合が悪い情報は無視することや、ハロー効果といって、人の見た目や特徴などが印象や評価に影響すること。また、集団同調性バイアスといって、集団で同じように行動してしまうこともあります。これらもアンコンシャスバイアスです。へえ、いろいろな種類があるんだね。説明しているうちに目的地の公園に到着しました。たくさん人がいますね。賑やかな会話の中からアンコンシャスバイアスを探してみませんか？それ、面白いかも。それでは、耳を澄ましてみよう。このゴミどうしよう。みんなが捨てているから、ここに捨ててもいいよね。おいしそうなお弁当だね。お料理上手なお母さん、うらやましいな。あ、男の子なのに、泣いてる。恥ずかしくないのかな。未来さん、過去さん、どう思いますか？普通の会話かな。一番目は、ゴミ箱に捨てるべきだと思うけど、他はどうかな。未来さん、過去さん、他の人がゴミ箱以外に捨てていても、自分が捨てて良いことにはなりませんし、美味しそうなお弁当は、お父さんが作ったのかもしれませんよね。それに、男の子だって、女の子だって、嫌なことをされたり、痛い思いをしたら、泣いてしまいますよね。先ほどの会話は、すべて、アンコンシャスバイアスです。へえ、そうなんだ。あらら、全然意識していませんでした。それでは、ドライブを続けながら、アンコンシャスバイアスについて、もう少し考えてみましょう。知り合いの会社の前を通りかかったので、立ち寄ってみてもいいですか？はい。良い機会ですので、ここでもアンコンシャスバイアスがないか、耳を澄ましてみましょう。来客の受付やお茶出しは女性の仕事だよな。女性の入れてくれたお茶の方が美味しいからな。経理課の C さんって、血液型が A 型だから、とても几帳面ですよね。同じ部署の B さん、育児休暇を取るらしいよ。男性の育児休暇ってなんだか違和感があるな。未来さん、過去さん、今の会話どう感じますか？お茶出しって女性だけの仕事じゃないよね。それに、几帳面な人は A 型以外にもたくさんいますよ。また、育児休暇については、法律やルールも変わってきていますので、これからは、男性が育児休暇を取得するのが当たり前になってくるでしょうね。じゃあ、さっきの会話は、すべて、アンコンシャスバイアスってことだね。
未来さん、過去さん、さすがです。アンコンシャスバイアスについて分かってきたら、次は対処法を考えてみましょう。アンコンシャスバイアスの対処法として、大事なことは決めつけない、押し付けないということだと思います。頭ごなしに決めつけず、相手を尊重することが大切なんじゃないかな。相手の表情や態度、声のトーンなどが変わったら、それはサインだよ。サインに気づいたら相手を傷つけたかも、と考えてフォローを心がけてみよう。気づいたらすぐ行動することが解決への近道だね。普段の自分の言動を、これは私のアンコンシャスバイアスかも、と意識しながら1週間程度メモを取ってみることもおすすめです。自分の考え方や見方の癖に気づけるかもしれませんよ。アンコンシャスバイアスの正体は自己防衛です。脳が無意識のうちに自分にとって都合の良い解釈をすることによって起きています。当然のことであって完全に消すことはできません。だからこそ大切なことはアンコンシャスバイアスに気づこうと一人一人が意識することです。お二人ともお疲れ様でした。お家に到着しましたよ。ああ、楽しかった。パープルレンジャーさん、カコさん、ありがとう。今日はアンコンシャスバイアスについていろいろ知ることができてよかったです。皆さんも自分の中のアンコンシャスバイアスと向き合い、無意識に目を向け、偏見のない素敵な世の中にしていきましょう。ご視聴ありがとうございました。